任せておいた副官が、シャーショーさんどうしましょうと、メガホンまだ使えませんと、え、ザックまだ受け取ってなかったと、いや、あっち固まると壊れててって言ったら、とにかく今行くよとだけ言ってですね、<laughs> 大変ですよね。やっとですね、えー、第3話にしてですね、ガンダムとザックとの直接対決シーンです。 えー、太陽を背にしたというのが何度も何度もセリフに出てくるんで太陽を背にしてですねこれはすごい速く3回ぶつかるようにガンガンガンって戦うシーンが出てきますで、まあ、逆光でぶつかるザクとガンダムだからもうこの絵だけ見てると互角に見えるんですねでただアムロの方はシャアの戦いに振り回されていてですね ガンダムとかが吹っ飛ばされたりして、ですね。で、シャアは「フフモビルスーツの戦闘の違いが戦力の決定さではないということ」って言った後こうザクの肩をぶつかってガンダムにガーンとぶつかって油がうわーってなったらこう教えてやるとかって言うんですけどもそこまでやってですね至近距離でマシンガンを撃ち込んでもですねガンダムに全然効かないんですね。思い返せば第1話、第 もう今はいない、死んでしまったですね、ステッチだかジーンだか忘れてしまいましたけど、この戦争を始めたですね、やつが、まだこのモビルスーツ動けないようです。で、攻撃しますと言ってマシンガンで撃って、ザクマシンガンが効かない、なんでだってパニックになった後、至近距離からの攻撃だったらいけるはずですって言ってたんですけども、シャアはもう肩でタックルして相手を散々にですね、ぶつけて、 痛めつけたところでさあ大丈夫だろうと思ってザクマシンガンで撃ったらですねなんかす,すぐに防御されてです、ね、全然マ、ま、ザクマシンガンは効かないんですねでそれに対してアムロのシャーメっていう風に言って頭のガトリング銃いわゆるこれもマシンガンなんですがこれで攻撃するとですねザクは後退するんですよもう後ろに下がっていくんですよねつまりシャアのザクのマシンガンっていうのがあまり効かないのに対してアムロのこの頭についてるマシンガンは相手に対して ああるる程度の効果はちゃんとあるんとですね。これぐらいの兵力差があると。でアムロはいけるって思うんですけどもまあそんな攻撃をやってる隙にアムロの方は素人ですからバズーカの弾をどん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 使っちゃうんですね。ということでバズーカの弾頭がなくなったという時にようやっと真後ろにいつの間にかシャアのザックが来てるのに気がついて「後ろ」って言うとアムシャアは「遅い」って言いながら後ろ側から襲ってきます。シャアにしてみればです、ね、いくら敵のモビルスーツが 攻撃力が高く防御力が高いと言っても、後ろを取られた時点で負けだろうと。後ろと今更気がついても遅いという意味で遅いって言うんですけども、それで後ろから行ったシャアがですね、アムロがこう襲ってくるのを左腕でグイッと押しのけて、右手でですね、下から持ち上げるようにして、腹の部分をボーンとパンチするんですね。腹の部分にはガンダムのコックピットがあって、ジオンも連邦も 腹の部分にコックピットがあるんですね。これはあの人間は腰の部分が一番動かないから、もともと。 人間が乗るタイプのロボットみたいなものを作ったら、どこにコックピットを作るべきかということで。実はその1950年代、60年代ぐらいにいろんな人が議論していたんですね。で、マジンガー z がやってるような。頭の上に乗ってるって言うのは最もだって。ロボットがちょっと動くたびに一番振り回されるところだから、あれをやったら中の人間がもう生きてられないと。だから、パトレイバーにしろガンダムにしろですね。リアリズムを追求したロボットっていうのは、必ず腰の位置の人間の重心位置がある位置にコクピットをつける作るんですね。 で、シャアは連邦軍のモビルスーツはよくわかんないんだけども、あの形からしたらもう明らかに腰の位置しかないということで、ガンダムの腹をゴーンと殴ると。腹を殴るというのはレバーパンチというやつで、ボクシングでもやっぱ相手に一番ダメージを与えるんですけども、で、ガン,ガンダムにしてみれば、あの、ガンダムのコックピットというのはコアファイターという飛行機場になってるんですけどこの飛行機場がちょっと姿勢が変わって、で、目の前に 液晶テレビみたいなのが降りてきてるのがこうガンダムのコクピットなんですで。この液晶テレビみたいなやつが実はガンダムの装甲の腹の部分だからですね。まあ、言っちゃえば割と、ね、狙われたら嫌な部分をザクに下から持ち上げるようにしてグワーンとやられてガンダムをこう吹っ飛ぶんですけども。で これでやられたと思ったら、シャアはあ、アムロは、うわーって言われて、危ない危ないって言ってロケット噴射してですね、なんとかこう持ちこたえるんですけども、もうシャアは困っちゃって、えい、連邦軍のモビルスータは化け物かと、これだけでも攻撃でもというふうに言うんですね。そうするとドレンの方からですね、シャア少佐お戻りください。無イはメガリーホーム使えず。5分20秒かかりますから、エンジン出力ふざけちゃって。無イはメガホーム使えずというふうなことで泣き言,を言います。そシャアは、ザクはどうしたんだまだ受け取っておらんのか ドレンが、パプアのカタパルトがやられてるらしいんですよ。ま、ま,まだザックは、シャアが、ザックだけでも手に入れなければならない。今行く、なんとか持たせろってことで、もう化け物みたいに潜りつつって、どうやっても勝てないのに、もう任せておいた副官が、シャアショーさんどうしましょうと、メガホンまだ使えません。え、ザックまだ受け取ってなかったのいや、あっちカタパルト壊れててって言ったら、 とにかく今行くよとだけ言ってですね。<laughs> <laughs> 大変ですよね。だから。 ブライトさんは情けなくて大変なんですけど、シャアはシャアで、出来すぎるから大変なんですね。いわゆる中小企業でよくある、すぐに社長を呼べ問題というやつで,ですね。社長が能力ありすぎたら、社長がどこに行っても問題解決しちゃうから、結局社長の指示待ちになってしまうというですね。能力のある館長は館長で、これはこれ困ったもんだなっていうのが分かってしまいます。で、またこの館長が赤い制服を着て赤い目立つ潜りつつ乗って、まず真っ先に出てしまうもんだからですね。 <laughs> かなり戦争としてはまずいことになってるんですけど、ただ、これまでのジオンの、いわゆる冒頭でですね、ドズルの言っていた十分な戦力があった昔ならともかくという時には、このシャアの戦い方で十分だったんですね。シャアが一人ぐらい、 自分の宇宙戦艦っていうのをもらって、もしくはまあ借りてるかはわかりません。で、赤い潜りスーツに乗って、真っ先に戦場に立って、宇宙戦艦の、なんだろう、艦長までやってるやつが、本当は、いわゆる、それって、 あの、原子力空母エンタープライズ号の艦長がですね、えー、戦闘機に乗って出るみたいなもんですから、これを言えば皆さん、どんなに無茶かわかりません。<laughs> それはもうインデペンデンスデーですよ。日本が侵略を受けても多分安倍総理 F15 に乗って飛ばないはずなんです。<laughs> でもシャーがやってるのは全くそれと同じことで、そんなことやっちゃダメなんだけど、ただジオンがベテランの軍人が多くてですね、軍備が圧倒的にあって、 補給も自在な時はシャア一人ぐらいがそんな無茶苦茶なことをしてもですね逆に周りから褒められたり憧れられたりしたんですねでももう時代はそういう時代じゃないそこの段階ででもそこでもまだシャアは自分一人の手で何とかしようまあシャアはシャアなりにベストを尽くそうと思ってるんですねでもそのベストを尽くすということがなんか部下に頼られてしまうという状況を作ってしまうですねで 両者の勝利条件がそれぞれ違います。ホワイトベースにとっては、このチャンスにシャアを叩くっていうのが、まあ、勝利条件です。つまり、補給する前に、補給を完了する前だったら、シャアの無罪、宇宙船は弱いはずだから、この機に叩いてしまう、敵を沈没させてしまえば、ホワイトベースの勝ちなんですね。一方、シャアにとってみれば、この戦争、戦闘に勝とうとしてないんですね。補給を受けさえしたら、 次の戦闘、その次の戦闘、その次の戦闘で勝つ確率が高くなるから戦ってるだけなんですよ。だから、実は戦闘というのはいつやめてもいいんですね。補給完了が目的だから。なので、そのホワイトベースをですね、自分たちの補給ミスで逃がしちゃったら、シャアの負けなんですよ。両者ともホワイトベースとジオンとで勝利条件が違う。ホワイトベースは不安だから敵を倒さなきゃいけないというふうに思っちゃってるんですね。でもジオンの方は、 いやいやいやとあの補給さえ受けていればここから先実はホワイトベースがルナ2に逃げ込もうともその後どこに行こうともどこかの時点でガンダムを露閣いわゆるあの分どってでジオン本国に送ることができるだろうと現にドズル中将は冒頭のシャアとの通信で、えー、もう無罪なんか潰れてもいいからとにかくガンダムというその連邦の森筒を捕まえろと言ってシャアは了解と言ってます。 もう唯一敵のガンダムモビルスーツをですねそれに対してそういう長期的なビジョンのないホワイトベースの、まあ、ブライトさんはとにかく目の前にいる敵を叩いて潰さないと不安でしょうがないなので視野狭窄がやっぱ起こっているのでホワイトベースが取れる戦略というのがすごく狭いんですね。